で、これからどうするっちゃ。白魔道士を探す。何当てはある。当て？どこにいるかわかるっちゃ。それよりキリア、それはいつまでそうしておくつもりだ。ああ、これか。わしのおもちゃじゃ。しばらくは遊ぶつもりじゃ。ありがとうございます。意外だな、強者との切り合いが好きだと思っていたの。もちろん、それは大好物じゃ。だが、そんな強者がこのような姿に、なんというギャップ萌えじゃ。たまらん。おとなしくしとれば、ずっと遊んでやるぞ。嬉しいか。はい、ありがとうございます。よしよし、かわいいの。ついてこい、いいものを見せてやろう。趣味が悪いっちゃ。今だけだ、キリアはすぐに飽きる。飽きたものはすべて切り捨ててきた女だ。あれがいいものじゃ。ナツ、ウェンディ、エリザ、エルザさん、すまない、すまない、私のせいで彼らに従ってくれ。どうしちまったんだ。しっかりしろ。エルザさんは強さを切られてあのように。彼らに従うんだ、私のように徹底的に。そうすれば命だけは助かる。エルザ、てめえ、エルザを元に。こいつらは滅竜因子を持っておる。だから殺さず捕まえたのじゃ。お願いです、命だけは。私の大切な仲間なんです。これに免じてもう少し生かしておくか。ありがとうございます。エルザ、しっかりしろよ。てくれたな。だが、寝込みを襲うのは騎士にあるまじき行為。ナツ、ウェンディ、エルザ、無事だったんですね。どうやら奴の強さを切るというのは催眠術の一種のようだ。目から受ける魔法は私には効果が半減する。おかげで正気に戻れた。だが奴は許さん。よし、魔風石は外れたぞ。反撃開始だ。いや、つうかここ船の中です。そうだった。バカな。海底の岩を大きくしただけよ。じゃあね。揺れが収まった。おし、反撃開始だ。